黒湯温泉は、秋田県仙北市の乳頭温泉郷にある温泉。温泉郷の最奥部先達川上流に位置する。乳頭温泉郷で一番高い標高800メートル地点にある。温泉名は黒湯だが、温泉の色は青みがかった乳白色である。湯は乳白色の陽泉海湯は約300年前。発見は1674年頃と推測される。温泉郷内では、鶴の湯温泉に次ぐ歴史があり、鶴の湯にちなんで、亀の湯の別称があった。古くは、秋田藩の湯治場であった。獣が病気を癒しに来ることから、諸獣の来留湯と名付けたという言い伝えや、湯が黒みがかって見えるから黒湯と言ったなどの言い伝えがある。戊辰戦争では、国境警備の最前線として、田沢村の農兵や横手の兵隊が、わらぶき小屋に泊まって、張り番をした。戦前は蛇取りを副業としている、目つきの鋭い老人が湯番をしていて、干した蛇を軒にたくさん吊るしていた。現在の乳頭温泉郷は、鶴の湯が最も人気があるが、以前は黒湯が一番人気を誇っていた。1967年10月19日、乳頭温泉郷の一部として、国民保養温泉地に指定された。木造板張りの湯小屋一軒宿の黒湯温泉が営業する。かやぶき、杉川吹き屋根、周囲の雑木林から切り出した木材をそのまま利用した露天風呂、湯小屋など、ひなびた外観が特徴である。内湯を3つ、露天風呂を2つ、打たせ、湯を2つ有する。古くから、湯治場であった伝統を色濃く残し、秘湯ブーム以降、観光地化した現在でも旅館部の他に自炊部を置く。湯治客のほか、古くから登山客の利用も多い。同じく一軒宿の孫六温泉とは、川に架かった人道橋を徒歩で渡って、すぐのところにある。乳頭温泉郷の旅館の中で唯一、冬季は休業している。なお漫画家の柘植義春は、昭和40年代に訪れ、当時の湯治場の雰囲気を4枚のイラストにして、残している。ありがとうございます。